それではご入場いただきましょう。多田修平くんです、どうぞ。あなたが笑ってくれる、それだけが僕の Oh my treasures。 どんなに辛い時でもずっと抱き続けて、今でも変わらずにこの手を伸ばしているから、体育会陸上競技部の多田修平です。本日は忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。僕もこんなにたくさんの方が集まってくださると思ってなかったので本当にびっくりです。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いします。今日はメダル報告会ということで、早速ですが獲得されたメダルをお見せいただいてもいいですか。はい、持ってきてもらってもいいですか。こっちの皆さんから見て左の方が、銅メダル、世界陸上のリレーでの銅メダルで、で皆さんから見て右の方がユニバーシアードっていう学生のオリンピックって言われてるんですけど、そこでリレーで獲得した金メダルです。はい、ありがとうございます。はい、それではメダル獲得までのお話を対談形式でお話しいただければと思います。お相手は人間福祉学部の先生で陸上競技部の副部長も務められております、林直也コーチです。どうぞステージにご登場ください。あ、すみません。皆さんこんにちは。陸上競技部短距離コーチの林です。ここからはちょっと時間短いんですけど、会場の皆さんの気持ちを代弁して、私の方からいろいろ多田君に質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと座らせてもらって。はい、どうですか、改めてこれだけの人が入ってくださってますけど、はい、いや僕自身もこんなに入ってくださると思わなかったので、嬉しい気持ちとやっぱり驚きの気持ちがありますね。はい、緊張するでしょ。緊張しますね。いや、ね、満を持して後ろから出てきてくださったんですけど、はい、開けた瞬間誰もいなかったらちょっとね、だいぶ悲しいから、はい、ちょっと人が少なかったらどうしようっていう気持ちもあったんで、でも良かったね。はい、良かったです。これだけ多くの方がね、メダルを喜んでくださってるということだと思うんで、はい、はい、でちょっといろいろ教えてほしいんですけど、はい、今年ね、一気にメダルを取られたんですけど、はい、どうなんですかね、どっか世界を意識したレースとか、こう意識した瞬間っていうのはあったのかな。そうですね、5月に川崎で開催されたゴールデン成功グランプリってあるんですけど、うんうん、そこで世界陸上の 100m で優勝したガトリン選手が日本に行ってて、で一緒に走ったんですけど、そこでちょっと 70m ぐらいまでちょっとスタートから先行できたので、そこからちょっと世界を見据えるようには なっていきましたね。ね、この世界陸上で金メダルを取られたアメリカのガトリー選手と、ね、一緒に走って、ガトリー選手もスタート得意なんよね。そうですね、スタートから速くて、そこからまたさらに後半伸びてくるっていうタイプなの で、ね、はい、そのガトリー選手に70メートルぐらいまで先行してたって、はいはい、それがだいぶ自信になりましたね。やっぱ手応え感じました。はい、でその後あれですよね、皆さんもご存知だと思うんですけど、6月に個人選手権で、ね、はい、追い風参考ながら9秒台で走ったっていう、あの時の感覚ってどうでした？9秒台なんです。そうですね、やっぱり風が結構強くて、後半の走りはちょっと風に押された部分もあったんですけど、まあ、そうです、個人選手権の決勝で10秒12 の世界標準記録があるんですけど、そこで
まあ、10秒08を出して決勝で、個人選手権の決勝で10秒08を出して、で世界記録の、あ、じゃあ世界記録じゃない、世界標準記録を突破できたので、ね、まあ、9秒台よりもそっちの方が僕的には嬉しかったですね。そうですね、はい、やっぱ標準記録を突破してないと世界陸上出れないもんね。そうですね、はい、そうかそうか。でそのまま、ね、勢いに乗ったまま日本選手権、はい、ね、地元の大阪の長居で開催されまして、はい、で2位になったんですけど。そうですね、やっぱり僕自身もちょっと優勝をちょっと狙ってたので、まあ、嬉しい部分もありましたけど、やっぱりちょっと悔しいっていう部分もちょっとありましたね。 はい、あれだけの舞台で2位に入って、はい、それでもやっぱ悔しいという気持ちの方が大きかったね。そうですね、あのサニーブラウン選手、しかも年下の選手にちょっと負けてしまったので、そこがちょっとやっぱり悔しいですね。いやすごいですね。ありがとうございます。リオオリンピックのメダリスト全員に勝って、はい、でそれで世界陸上内定したのにやっぱ悔しかったっていう、はい、そうですね、はい、うん、ね、そうかそう。でいよいよあの8月世界陸上ね、出場したんですけど、 100m の予選でいきなりさっき映像にもあったけど、はい、ボルト選手と当たりましたよね、はい、であのボルト選手と走ることが決まったのってこういつ頃だったんですか。はい、本当にレースの1時間前ぐらいですかね、予備予選っていう 100m のやつがあって、でそこからその本戦の予選に標準記録を切れてない人が出る 100m があるんですけど、そこに勝ち上がった人が予選に上がってくるんですけど、その選手がまだ全然確定してなかったので、でそのなんてでしょう、試合の1時間前ぐらいに決まったっていう形ですね。もうレースの1時間前ぐらいにこうボルト選手と走れるっていうのは、しかも隣のレーンで、まず最初にやっぱりめちゃくちゃ緊張してまあでもやっぱり嬉しさの方が当然強くて、しかもボルト選手のラストランだったので、あ、そうですね、はい、それは嬉しかったですね、はい、で前に出たでしょ、さっきの映像で見ても50メートルか60メートルぐらいまでは前走ってたと思うんですけど、あのレース展開というのは想定できた。いや、まさか僕もあんなにリードできるとは思ってなかったので、でもやっぱりボルト選手は後半がめちゃくちゃ強いので、やっぱりちょっととは、まあ、前半出たんですけど、まあ、後半来るだろうなっていう想定はしてましたね。あ、じゃあまあ 予想通りというか想定通りというか。あ、そうですね、まあ範囲内ではありますね。その抜かれた瞬間ってなんか記憶はあるんですか。もう一瞬でバーって前に行かれたので、で僕も多分ちょっと力んじゃってて頭も真っ白だったので、あ、そうか、まあ、雰囲気だけしかちょっと覚えてないですね。うーん、なるほどね。で、まあ、100m では準決勝までね進出したんですけど、でその後いよいよリレーでしょ。はい、ね、去年メダル取ってるんで、こう日本中の方が注目してくださってたと思うんですけど、はい、そのリレーメンバーってこういつ発表されたんですかね。予選は、大会 そのリレーの試合の前日ぐらいに決まって、で決勝はちょっとメンバーの入れ違いがあって、あ、はあ、でレースの6時間前ぐらいですかね、1回またホテル、予選終わってからホテルに戻って、でまた試合だったんですけど、そのホテルでちょっと急遽周回ミーティングみたいなのを開いてやって、でちょっとアンカーでのメンバ メンバーの入れ替えが行われました。そこで知らせたね。予選でこう、まあ、一走を、ね、任されたわけなんですけど、走れるっていうような自信みたいな確信みたいなのってありました。いや、僕本当に現地行ってから、その日本代表のコーチに、このままやったらハキームに一走取られるぞとか言われてたんで、もう本当に走らないんだなっていう気持ちで最初はいましたね。本当に最初は本当に外れるかって思ってました。そうなんや、はい、その前日知らされたのはこうミーティングみたいな、そういう場でですか、全体集まってるところで一人ずつ言われたんですか。いや、練習の時にちょっと集合をかかって、まあ、バトン練習とかもいろいろあるので、その練習の時にちょっと集まって、でメンバー発表されて、そのまま練習するっていう流れで、はい、発表されました。なるほど、はい、はい。でね、ちょっとつまらない質問かもしれないんですけど、はい、あの決勝も走れて、はい、銅メダルを取れたんですけど、こう予選とね決勝ってユニフォームちょっと変わってたんですよ、はい、微妙にね。あれなんで変えたのかなっていうのが個人的にちょっと気になって、はい、そうですね、予選のユニフォームの形としては、下と上がセットで、なんていうの、レスリングみたいな感じの、つながってる、つながってる感じの服装で、それでちょっと予選走ったんですけど、皆さんがいきなり終わった瞬間、このユニフォーム走りにくいなって言われてで急遽決勝はもう普通のユニフォームで走ることになったっていう、ただ走りにくかったっていうということで、それだけの、はい、ですね、そうかそうか、はい、いや変えてよかったですね。よかったです ね、めちゃくちゃ走りやすかったです。走りやすかった、はい、そうですか、はい、はい、で、まあ、銅メダル取れたんですけど、なんかバトンパス
バトンワークで何かこう作戦みたいなあったんですかね。そうですね、僕はとりあえず一走なので、まあ、渡すだけだったんですけど、飯塚さんが多分僕に知らせずにちょっと歩数を伸ばしたんですかね、うんうん、それが結構ハマっていい感じにバトンも渡ったので、それ、まあ、飯塚さんの作戦ですけど、まあ、それが結構銅メダルにつながっていったのかなっていうのは思います。あ、なるほど、はい、ちょっとこう歩数を長めにして早めに2走がスタートを切って、そうですね、はい、そうかそうか、まあ、当然歩数を長めにすると届かないかもしれないっていうね、そういうリスクがあるんですけど、はい、それをあえて伏せていてっていう感じだよね。そうですね、多分僕が初めての世界選手権だったので、ちょっと緊張、はい、緊張させないために隠したっていう感じですかね。いや、バトンワークも良かったもんね。良かったですね、まだ、はい、予選と比べれば、はい、そうだよね。そうですか。で、まあ、メダルを取った後ってね、はい、まあ、当然テレビ中継なんかはもう終わってしまうんですけど、はい、その夜お祝いみたいなこととか、あ、そういうのってあったんかな。そうですね、ちょっとそんな盛大なお祝いとかはしなかったんですけど、ちょっとあの決勝で走ったメンバーでちょっとホテルのバーみたいなとこあるんですけど、はいはいはい、そこでちょっとシャンパンをちょっとだけ飲みました、はい、そうかそうか。僕、タダ君がそういうの飲んでるの初めてって、初めて見たことないんですけどあまり飲まないですけど、もう、ね、あの時は美味しかったです。いつもオレンジジュースとか、リンゴジュースとか、はい、あ、しか飲まないんですけど。そうですか、はい、はい、ということでね、皆さん、もう時間がないんです。で、まあ、限られた時間で申し訳ないんですけど、まあ、3年後にね、最大の目標にしている東京オリンピック、はい、パラリンピックがあるんですけど、はい、まあ、そこに向けた、まあ、今後の抱負、はい、そういうことを最後に皆さんに向けてお願いします、はい、そうですね、やっぱり今日本の短距離の層っていうのが本当に厚くて、まあ、日本代表になるっていうのも本当に難しい状況なんですけど、まあ、本当に僕の最大の目標は東京五輪で、まあ、そこまでに9秒台を安定させて走って、で個人 100m 個人で表彰台に上がれるように、今後ちょっと練習真剣に頑張っていきたいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さまざまな貴重なお話ありがとうございました。次に多田くんの活躍を祝して花束贈呈の時間といたします。プレゼンターは学長の村田治先生です。多田くんはステージ前方へお進みください。さあ、選手おめでとうございます。あの、さっきも言われたように、ぜひ東京オリンピックで関西学院大学の名前をぜひ世界に知らせてほしいなというふうに思っております。それからさっき陸上部の監督にも聞いたんですが、来年陸上部創部100周年らしいですね。まあ、そういう意味で陸上部にとってもあなたの存在は非常に喜ばしいニュースになったと思います。これからも頑張ってください。期待しております。ありがとうございます。それではこのまま写真撮影へと移ります。ステージから客席に向かって撮影しますので、ステージ上の皆さんはご移動お願いします。向きを変えていただいて、
いきます。3、2、1。いきます。3、2、1。すいません、ラストの1枚は皆さんで手を挙げてポーズをしていただきたいです。ちょっと大会本部長も入りますので、それではいきますね。3、2、1。ありがとうございました。そろそろお時間となりました。これをもちまして多田修平君のメダル報告会を終了とさせていただきます。ご来場いただいた皆さん、3限に間に合うようにご退場ください。本日ありがとうございました。